皆様おはようございます。所沢市長の小野塚正俊でございます。本日は第6回目となりますタウンミーティングでございます。新年度令和6年度2024年度としては初めてでありますが、これまで子ども子育てが1回目、2回目が高齢者、3回目が障害者、4回目が防災で、前回が緑自然でいて、今回、産業振興ということでございます。タウンミーティングは私 の市長の時の市長選挙の時の公約の一つでございまして、これを続けております。市民の皆様方のお一人お一人のお声を誠実に、賜りますことによって、そのご意見を市政に生かせるよう、また共同のまちづくりを進めていくよう、進めているところでございます。今日で私、就任の174日目でございまして、再来週で約これで半年になる、市長の任期が回って半年になる、そんな状況でございます。すみません、ここからで着座で失礼いたします。今司会からもお話ありましたように、テーマは産業振興でございます。まずですね、皆様からご意見やご提案などをたまる前に、今所沢市においてどういう産業振興政策を行っているかというのを冒頭私の方から、ご説明を申し上げられればなと思っております。今日お越しの方々、産業振興にご関心の多い方かと存じますが、所沢市というのはですね、もうお釈迦様に説法みたいな話で恐縮ですけど、非常に首都圏の中で良好な住宅地でもございます。それに加えて、例えば所沢の桜タウンであったり、西武遊園地とかベルナドームだとか、トトロの森だとか、狭山湖だとか、さまざまな観光地でもあります。さまざまな、いろんなこう顔を持っている町でありますし、さまざまなものがある町でありますが、そうした中でですね、そうした魅力がある一方で、実はその産業政策、今日のテーマでございます、産業政策を推進をしていく上でも、所沢市というのは非常にその有利な条件を備えていると、私もそうですし、私市役所としても考えているところでございます。これもですね、言わずもがなのでございますが、東京に非常に近く、よく30キロ圏内という言い方をされますが、交通インフラが非常に充実をしていて、首都圏、東京ももちろんでありますが、首都圏各地へのアクセスが非常に優れているところでございます。鉄道で言えば、もう西武線ですね、西武、新宿線もあれば池袋線もありますし、で唯一その西武新宿線と池袋線、西武新宿線と池袋線が唯一交差する場所がこの所沢でございます。所沢駅が新宿線、西武鉄道さんにおける主要鉄道、主要メイン路線であります新宿線と池袋線が重なるのは唯一、所沢駅だけでございます。またJR さんも東所沢に通っていらっしゃいますが、東所沢に通っている武蔵野線というのは、いわゆるその首都圏の主要の鉄道ですね、西武鉄道ともそうでありますし、東武鉄道もそうだし、 JR もそうだし、さまざまな鉄道と環状線でありますから、武蔵野線というのは首都圏の環状線でございますので、いろんな鉄道と駅がつながっているという非常にこうアクセスのいい鉄道でございます。鉄道においてはそうでありますし、あとは道路ですね、道路について申し上げれば、所沢は東側に関越道での所沢インターがあって、西側には圏央道の入間インター、もうこれ入間市ではありますけど、もう所沢からすぐのところでございますので、東に所沢インター、西に入間インターがあって、こっちは関越道がつながっていて、こっちは圏央道がつながったり、入間インターは圏央道がつながっているという、そういう意味においても、いわゆるその鉄道のみならず、その自動車というか輸送の面、自動車とかそういう面のトラックとかそういう面においても非常に、アクセスが、優れているところでございます。で一方で、これもですね、もう言われているところでありますが、武蔵野の緑豊かな土地でありまして、前回のタウンミーティングの時、もしお越しになっていらっしゃった方、その時もご説明いたしましたが、所沢市は市全域の 43% が緑であります。こんな
首都圏でこれだけ緑の多い市はございません。よくその住みやすい町、住んでみたい町というので武蔵野市とか横浜市とかが上位に行かれますが、武蔵野市であっても、横浜市であっても3割を切りますので緑の割合は、埼玉県内例えば同じ人口規模であります越谷などは、20%、25% ぐらいだったかな。で、草加に至っては 15% ぐらいしか緑がありませんので、そんな中において 43% の緑を、所沢市はこれまでの皆様方のご努力のおかげで、保っている緑豊かな場所であることに加えて、これもですね、一つ大きなあれでございますが、リクルート社のそのスーモさんっていう情報誌がありますが、そこでアンケートじゃなくて調査をしたときに、1都3県、東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、1都3県、いわゆる首都圏ですね、まさに首都圏の中で最も災害に強い町というのがこの所沢市に、そのリクルートのスーモさんという情報誌が、調査いただいたときに1位になっております。で、これは、地盤が、これも前々回の防災の時に詳しく、議論でいろいろなことを皆さんとお話しさせていただいたんですが、その地震が あってもですね、ここは立川に立川断層帯っていうのがありますが、そこだけがちょっと不安なところではあるんですが、とはいっても1都3県この首都圏の中で最も、災害に強い町と言われています。住みにおいては例えば住宅においてももちろんでございますが、例えば産業で例えば、お店を出そうとか工場を作ろうとか何かやろうという時に、出店または工場を作ってみたけれども、地震だとか災害でなんか壊れてしまうとかいうことが比較的というか他の市に比べてもそういうことが一番、少なくとも1都3県の中で最も、災害に強いと言われているところでございます。それも所沢市にとっては非常に魅力的であり、他の市にはない、メリットだと思っております。また人口もですね34万人います。所沢市だけで34万人、近郊、所沢市のみならずこの近郊という意味においてはもう150万人を超える方々がお住まいでいらっしゃいますから、でその中でいわゆる生産年齢人口、これ15歳からってなかなかあれなんですけど、15歳から64歳までがいわゆる生産年齢人口というその、昔の概念ですけど、いわゆる働く年代層といわれる、15から65といわれ64といわれる生産年齢人口の割合も所沢市は他の地域に比べて、多い町です。何を言ったら若い町ってことですね、人口が若い町です。これだんだんとちょっと高齢化が進んでおりますので、これはだんだんと変わっていきますが、現時点においては生産年齢人口が高い町でございます。で、さらにですね、もっと申し上げますと、早稲田大学や防衛大や秋草学園さんとかいういわゆる、学術の分野とかですね、特に、そういう研究をされている、また国の機関、例えば国立リハビリテーションセンターさんであったり、さまざまなその学術であったり研究所であったり、そういうものが所沢市内に存在しております。で、所沢市は早稲田大学とあと秋草学園さんですね、秋草学園さん短大さんもあるし、いろんな専門学校さんとかもありますが、そこの秋草学園さんとは官学連携協定といういわゆる産業に関してもそうだし、さまざまなことに関してもそうですが、いわゆる連携をしていきましょうということを、させていただいております。これも随分前からやってるんですが、そういうことも進めておりますし、私が市長の任を賜ってからも、昨日もお会いしましたけれども、早稲田の先生方にお会いしたりとか、秋草の先生方とかいろんな方々にお会いして、よりこう所沢市が抱えている課題であったり、そういうものについて話をさせていただいて、学術の世界においても行政との連携というのは非常に研究する上でさまざまメリットもおありでいらっしゃるようでありますので、そういうことをこちらとしても話をさせていただいて、所沢市の課題とかまたは産業振興もそうでありますが、そういうことについてどうやったら、いいかという話を、もうこの半年ぐらいの間にも何度となくやらさせていただいているところでございます。で、そういうことでございまして、都市近郊に位置する利便性の良さと従業員の皆様方を確保しやすい、また企業の、
方々が活動する上で非常に好条件が揃っているというのがこの所沢市の特徴でございます。でそうした中、まあ、そういう特性を生かして産業の活性化を図るという意味で所沢市はですね、従来から所沢市産業振興ビジョン、所沢市産業振興ビジョンというものを定めてございます。でその基本理念というものがですね、活力ある産業と豊かな暮らしの融合で町の魅力を飛躍させるというものでございます。でこの実現に向けてさまざまいろんな政策を行っておるんですが、その中でですね、ちょっと特徴的なものを、冒頭あまり長くなってもいけませんので3つだけちょっと、ご説明というかご存じな方も、いらっしゃるかもかとは思いますが、ご説明をさせていただければなと思っております。で、まず1つ目はですね、企業誘致です。で企業誘致はですね、先ほどもお話申し上げました通り、当初は非常なさまざまな特性がございます。で現在ですね、所沢市の、西側ですね、西部地域に三ヶ島工業団地というものがございます。これすでにあるんですが、これですね、地権者の皆様方にご指導いただきまして、土地区画整理事業が今進められておりまして、現状の、三ヶ島工業団地の、約5倍の大きさにこれしていきます。でちょうど先々週ですけど4月11日だったんですが、ちょうどそのあれでございまして、安全祈願祭というのをやってまいりまして、地元の地権者の方々や組合の方々と一緒に、その5倍、従来の三ヶ島工業団地の大きさを5倍に広げていくという、まさに加え入れといいますか、そういうことを安全祈願祭をやってきたところでございます。で先ほど申し上げましたように三ヶ島工業団地からは本当すぐ車ですぐのところに入間のインターがあります。入間のインターというのはその圏央道でございますから、もう首都圏をつなげていくその高速道路でありますから、そこにすぐつなげられるインターがある三ヶ島工業団地を今5倍に拡大をするということであります。でそれとともにですね、ちょっとこれは今まさにこれから進めようと思っているんですが、先ほど申し上げました今度東側でございますね、その所沢インターであります。で所沢インターもこれ関越道でありますから、非常にこういろんなものにつながっていくわけですし、また今2024年問題と言われるそのさまざまな輸送をはじめ建設業とか医療とかさまざまな問題で、2024年問題という課題がありますけれども、そういう意味においてもそのインター周辺の開発というのは、輸送やそういう分野においても非常に今必要とされておりますので、所沢インターの方の開発も今後進めていければと思って今手をつけ始めているところでございます。で、そうした中でですね、新たな企業の皆様方を誘致する際に支援策として、ただ工業団地作りましたってだけではなくて、実はですね、所沢市はこれ他の市には例をない政策を実はやっております。これはですね、製造業や情報通信業などのいわゆる都市型産業と言われるものを対象に、所沢市内で工場などを、立地していただくとか拡大をしていただきますと、企業さんが納めていただいた、固定資産税や都市計画税、これは市税なんですね、国の税金ではなくて市税です。固定資産税や都市計画税を、翌年度納めいただいた翌年から3年間お返し、いわゆる奨励金という形でこれ返還をさせていただいてます。で似たようなことをやっている市はあるにはあるんですが、所沢市の特徴はですね、この3年間にわたりこの奨励金は上限がないということです。でこれを言うとですね、これ上限がないって話をすると、実は相当そういうことにお詳しい方は驚いてくださいます。先日私のところにですね、帝国データバンクさんが私のところに取材にお越しになられまして、帝国データバンクさんというのは国内最大の信用調査会社、いろんなその、企業の動向であったり倒産だとか、いろんなどういうところが今どういう状況の企業さんがやってらっしゃ、どういうことをやってらっしゃったり、またはその、倒産されたらそれをこう掲載されたりすることに、やってらっしゃる、信用調査会社さんでいらっしゃって、これもまた先々週に私のところにお越しくださいまして、所沢市の
ぜひいろんなことを教えてくださいと言ってお越しくださったんですが、その方に、いや、あの、ぜひ産業振興の中で、このいわゆるあの固定資産税と都市計画税を、実質その翌年から奨励金として返還し、それが条件がないんだという話をしたら、その帝国データバンクの方、驚いていらっしゃいました。驚いていたということに関して私は逆に驚いていて、あの、ご存知なかったんですかって思ったんですけど、あの、実はそれだけのことをやっている市というのはなかなかありません。ありませんし、それだけ魅力的なことをやっているのに、ましてやその、信用調査会社である帝国データバンクさんという立派な会社の方がそのことをご存知いただけてなかったというのは私はちょっと残念だったので、よりこれはアピールしておきましたけれども、そういう非常に、先ほど来申し上げておりますように、立地がいい場所であるにもかかわらず、そういう産業振興に対して、税金を免除というわけではないんですが、税金をお支払いいただいたものに対して、その金額を3年間分、奨励金として、お返しするという意味ですね。それをやっている次第でございます。また事務所など賃貸としてですね、新たに立地した場合であっても、その賃貸、賃借料を2年間補助するということも同じくやっております。で、ちなみに固定資産税や都市計画税というのは所沢市にとって非常に大きな税収でございまして、固定資産税は所沢市の市税の約4割弱です。 38% ぐらいを占めています。で、都市計画税もこれ 7% ぐらい、 1% ぐらい、1割ぐらいを占めていますので、非常に所沢市にとって大きな、税収なんですが、それをその見合い分返してでもですね、これ非常にそのこういうふうに企業さんに立地いただきますと、都市計画税だったり固定資産税が今度逆に入ってまいりますので、それを、増収につなげるような政策としてこれをやっているところでございます。市内で、新たな働く場を創出して、既存の企業、市内の企業の皆様方が、取引を、より活発化させていただいたり、地域経済に対して波及さまざましていきますので、そういう意味においてこの政策を推し進めておりますし、他の市ではやっていないということをぜひですね、ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、帝国データバンクさんもご存知なかったぐらいでございますので、ぜひそんなすごいと言ってられる、自ら言うのもあれでございますが、さまざまな政策をやっていることをぜひ、お知りしていただいて、またもしあれでございましたらお披露目いただけ、広く皆様のお知り合いの方にもお伝えいただければなと思っておる次第でございます。で、次にですね、2点目でございますが、今度は新たにこう創業ですね、新たにその企業を起こそうとされている、創業を目指している方々に対しての支援というのも、所沢市は行っております。今日もお見えの方もいらっしゃいますけど、所沢商工会議所と連携をさせていただきまして、創業に関する知識を基礎から学ぶ開業ゼミナールというものを、行っております。で、創業を考えた時にですね、なかなかじゃあ企業を起こすぞと思っても、なかなかやっぱりハードルが高かったりいたしますので、そういうことを、商工会議所の皆様とご連携をさせていただいてやっておりますほか、また女性の方ですね、女性の起業をなされる方々を対象に開業カフェというものなども行いまして、創業に向けたサポートをさまざま行っているところでございます。よくですね、空き店舗とかいうことが所沢のみならず全国的に問題となっていますが、空き店舗に関連することでもですね、市内の商店街の空き店舗を新たに使って、新たに出店をしていただきますとですね、その費用の一部を助成するということも行っております。空き店舗活用新規創業支援出店補助金、ちょっと名前長いんですけど、空き店舗活用新規創業支援出店補助金というものをもうやっておりまして、空き店舗になっているところに、創業していただきますと、さらに所沢市としてもその、補助金を出させていただくということもやっている次第でございます。ぜひですね、これも創業に関してさまざまサポートを、資金の面においても、またそういう知識面においても、商工会議所の方々はじめさまざまな方々と連携をさせていただいて進めておりますので、考えている方、また周りにそういう方がいらっしゃいましたらですね、ぜひそういう活用をいただければと思いますし、市役所の方にも、お問い合わせをいただければなと思う次第でございます。で、3点目でございますが、いわゆる特産品、今日お配りしてますかね、これ所沢ブランド特産品という、これ、特産品というものもですね、所沢市は PR をしてございまして、所沢市ではさまざまな観光資源が、いや特産品というものが、ございます。
それをさまざま発掘、開発いたしまして、さらに一層磨きをかけるということを行って、観光などを軸としたですね、取り組みを行って、所沢市の市としてのブランドイメージを高めていく、所沢らしさというものを追求した、魅力あるさまざまな、お品をですね、所沢ブランド特産品として、市として認定をしているというものでございます。所沢市を象徴する特産品を創出するために、これ毎年行っておりまして、特産品の認定を行って、所沢の地場農産品である例えば狭山茶であったり、里芋であったり、ほうれん草といったようなものに、例えばお菓子であったり、お酒などに、また食品であったり、使っていただいて、伝統工芸品など、43品認定してございます。で、この所沢ブランド特産品というのは、農業をなされている方、工業をされている方、商業をなされている方々に連携をいただきまして、新たな商品化というものも多く含まれております。で、市では年1回ですね、市内の農業をされている方、また飲食店や小売店などの商業者の方々や、食品加工業をされている製造業の方にご参加をいただきまして、情報交換、お互いに情報交換やビジネスマッチングなどを行う機会を提供させていただいておりまして、そのような場でも新たな商品やサービスの創出の支援を行っております。そのような地場産業の付加価値がさらに高まっていくよう努めておるところでございます。これはですね、専門家の方々を含めた認定でございまして、所沢市としては非常に自信を持って進めている商品でございまして、市といたしましても地域産業の活性化や販路の支援、販売の販路ですね、販路の支援を重点的に行うことで、所沢ブランドの確立と認知度を高めようと行っているところであります。私も市外に何かご挨拶に行くときはですね、この前もアカデミー賞をお取りになられたスタジオジブリさんに伺ったんですが、その時にも所沢のこの特産品を持って、所沢のものでございますって言って、ぜひジブリの皆さんで食べてくださいっていう、市外に行くときにはこれを使わせ、市内の方々にはもちろんでありますが、市外の時に行くときには使わせていただいて、所沢のアピールをしているところでございます。はい、それで、政策としてもそうなんですが、最後にですね、今度は人材確保です。いくら産業が発展していってもですね、働いてくださる方々、人材確保ができないと働く人がいないんだよ。これはもう商業においても、製造業においても、農業においても、全ての分野において、やっぱりお人の確保というのは非常に重要でございまして、そのために、若い年代の方々に、興味を持っていただくための施策というものを、所沢市としても行っております。これですね、今日配られてないかな、これ、所沢、若者のための所沢ものづくり企業、ジョブガイドっていうのがこれありましてですね、これを今日は多分ちょっとタイプなものなのであれなんで、そういうその市内の18の製造業の方々を掲載してございまして、市内の中小企業の方々の優れた技術やサービスを PR するというものを、またその経営者の方々や働いている方々、先輩なられる方々のメッセージやインタビューを載せているというものを、さまざまなところにお配りをしておるところでございます。学校をはじめ、地域のさまざまなところには置いてございますので、もしよろしければ、今日はちょっとお配りしてないのかもしれませんが、ご覧いただければなと思います。で、また、オープンファクトリーというですね、このちょっと白黒でありますけど、このオープンファクトリー所沢といって、これはものづくりの職場をですね、体験していただきたいということで、先月3月の11日から3月22日まで行っていたんですが、いわゆるその、社会科見学的な感じかもしれませんが、就職を考えている学生、生徒さんもそうですし、あと小中学生の方、地元でどんなお仕事をしているのかなというふうに見ていただく小中学生の方々にも気楽に参加いただけますように、所沢オープンファクトリー、オープンファクトリー所沢というものを先月行いました。で、これ、毎年今度来年もやりますので、来年また1月ぐらいになりましたらホームページでご参加される方を募集しますので、ぜひ、ちょっと先の話になりますけど、毎年そういうことをやっている次第でございます。
すいません、長くなってしまいましたが、いろいろ産業振興について、市としての事業や、取り組みについて、ご説明申し上げましたが、本日お越しいただきました皆様方、またはじめ関係される皆様におかれましてはですね、地域産業の活性化のためにぜひ市内で生産された商品であったり、さまざまなものをご購入いただいて、市内の企業で働いていただいたり、創業していただいたり、そういうことに関してぜひお力をお貸しいただければなと思うところでございます。ちょっと長くなりましたが、本日はぜひ皆様方のご意見やご提案、さまざまなものを伺いながら市政にできるだけ反映していきたいと存じますので、どうか、よろしくお願い申し上げます。冒頭ご挨拶以上でございます。ありがとうございます。